3月に納車したレベル1100。注文したオプションパーツは、5月末までにバラバラで入荷しそうということだったので、すぐ手に入ったパーツを自分で付けてみたり、カスタムインプレを撮影したりしていたのですが、ホンダドリームさんから一本の電話が、オプション全部入りました。なんやて。早速パーツを受け取り、撮影 OK なヤマトさんに持ち込みました。これが左で、これが右かな、はい、こういう感じに、はい、こういう感じでつくのか、うん、あ、でも思ったより大きい、意外とそうですね、一枚は大きい、ネアボルトってもっと大きかったよね、それだってメーカーが違うもん、うん、ここはエンジン止めてる。エンジンなんですよ、これ。この下を、これですね、今ビヨーンと飛び出してて、このボルトですね、を変えるだけです。非常に簡単です、これを先に入れて持って、これを重ね持ちながら、でこれを、はい、そうですね、同じところで要は止めてるみたいな、一番要は硬いところで止めるみたいなのが、うーん、じゃあなのでエンジンマウント、これエンジンマウントなんですよ、はいはいはい、僕は指さして、うんうん、これがエンジンマウントって言って、エンジンのロアを下側を支えてるマウントで、はい、でこれの、うんうん、これとエンジンをつないでるボルトで止めてるみたいな、あですね、まあ、一番太くて硬い部分になるんで、はいはいはい、よし、こっちも
はい、入った。どういう角度？見えない。で、もうあとは閉めたらおしまいです。おお。まあ、これを俺にやらせるとしない。これは無理や。お前、俺にやらせるとしない。狭い駐車場で。これはね。無理や。アマゾンのツールだけで。ちょっとアマゾンのツールでは、ちょっとさすがに無理でしょうね、これはね。バラバラにしてから使うのかな。持っていけないみたいな。これは多分、まあ、できんことはないとは思うんですけど、まあ、やるのは多分大変ですよね。もう普通ではできないですよね。手が入らない。あ、さっきまで入ってた。あ、閉まったからですか。そうですね、多分ね。手がじゃない。多分、ね、本来だったらこのカバーも外さないといけないと思う。多分これでこれをこいつを外してやるのかな。ああ。こいつが外れる。うんうん。これを外れたらアクセスしやすい。うんうん。ああ、よいしょ。ああ、いけるな。こっちは結構締めないと、はいはい、緩んじゃうんで、うん、まあ、緩まないように一応緩み止めのナットなんですけど、はいはい、まあ、それでもやっぱり力がかかっちゃうんで、しっかりとしっかりこういうブレーカーバーで締めていただいて、うん、つけると、これホーンですね。あ、クラクション。そんなやつなんですね。クラクションです。こいつ脱皮すんのか。うわ、脱皮すんのか。ホーンを取るんかなと思ったら、ホーンの捨てごと取らなあかんみたいですね。あ、説明書を全然読んでなかったんで、雰囲気でやってたんであれなんですけど。これを、ここをこのまま ステーを移植できるように、さすがだった伊藤さん、うんうん、作られてます今日はもうこのカバーを押していけばもうおしまいです、うん、意外と簡単ですね、うん、まあ普通に何も特に変わったものは必要なく、はいはい、ささっとできます、ね、あとはもうやる気次第ですね、やる気次第ですね、これは簡単ですね。あとはまあちゃんとした工具とね、工具とは、アマゾンの発生がダメですか。あれはね、あれはちょっとさすがにいっぱいあるように見せかけてインチとミリで半分使えない。アマゾンでハヤブサ買えるんですか。ハヤブサ買えます。ちなみにハヤブサは今月中に、お、来月かもうに入ってきます。お、新型のハヤブサは何色、白赤、一応カラーオーダーができる車両なので、うん、カラーオーダー車両は、ちょっと注文しないとっていう、
要は色を、黒ベースに何色を入れるかみたいな、うん、黒やったら確かゴールドが確か、うん、あのスタンダードカラーなので、うん、黒赤のオーダーカラーみたいな、うん、オーダーカラーキーブルーっていうことですね。そうですどうですか。ちょっと出かけですこれが要はスタンダードカラーなんです、うん、これにカラーオーダーでこんだけ、うん、ここの幅がカラーオーダー、はいはい、なのでこれですよ多分。なるほどこれですよ。うちに来るなら、うちに来るならそれ多分めちゃくちゃ多分いいと思います。やっぱり、はい、最初の